インドネシア滞在8日目バリ村をブラブラしてみた。裏通りを探索しているとここが裏通りかわあれ何ですかねあの小屋一体なんだ散髪してますね散髪髪切ってますしかもこれお客さんですかね外で待ってんの若い男の子が今時の髪型なんでしょうかこれ後ろ長いのということでインドネシアで一番おしゃれな髪型にお願いします一体どんな仕上がりになるのか大丈夫ちなみにこの庄司ディレクターはインドで一番そうだそうだやったやったインドに行った際も散髪屋に立ち寄りお任せでカットするとラッキングスターのクワマンみたいになったクワマンさんすごく似合ってますよさっぱりした見てくださいこれどうですかおそしてこちらがカット前との比較、はい、インドネシアでもちょっとだけクワマンみたいになった似てるだけやん続いて髪型関係ないあれ何ちょっと見てください何か持った人が海水汲んでますね何何何え何これなんか巻いてるえ巻いてる何これ水を巻いてるこれ今何やってるんですかいやもう塩を作ってるんだよ塩手じゃくらの塩作りはまず汲み上げた海水を塩田に撒く次に水分を蒸発させた後塩が付着した砂を一箇所に集めるそこへ再び海水をかけ5時間かけてろ過こうして砂が取り除かれ濃度が増した海水をヤシの木をくり抜いた入れ物で天日干し、するとバリの強い日差しで水分が蒸発し粒の大きな手作り塩が完成これ何キロあるんですか大体40キロくらいかな肉体がこれ無駄な肉がないですよいや僕と比べたら大変なことになりますこれもうほら笑うと分かりますピクピク動きますよもう一回笑ってくださいほらまさにこの何鉄人ルーテーズですよルーテーズって例えが古いんだよ体を張って挑戦してみたおいしょおいしょほらほらおい入ったはいこれを持っていくのが肩がはいはいはい早く歩いて首の骨がおくさいなするともうこのままもう何やねんもう半分ぐらいこぼしちゃったきつい塩作りは想像以上にハードだったインドネシア滞在10日目バリ山に登ってみた午前3時半やってきたのはとある山のふもと実はホームステイ先の長男から御来光が綺麗なバトゥール山に登ることを勧められていたのだ容疑者います？この山は現地ガイドの同行が義務付けられているためガイド歴20年のヨギさんと登ることにヨギさんいい人そうだななんかスタートです気合を入れて出発うわ真っ暗でまだ山頂が全然見えませんすると10分後ごめん路地にライト忘れちゃったここで思わぬタイムロスエアレスミスマジでこれ忘れた23分ですよもう4時半日の出まではあと1時間半これ以上のロスは許されないさらに10分後ごめん
また忘れ物しちゃったよ。嘘でしょ。何これ。急遽別のガイドと登ることに。追いついてきてくださいね。まさかちょっとびっくりですよ。バトゥールさんの登山ガイドは忘れ物が多かった。気を取り直し出発。右もこの崖がこれボロボロ落ちてくるの。これがボロボロ分かりますか。これ危ないね。もろいな。バトゥールさんは過去2回大規模な噴火が起きたことのある活火山。朝日見えるのかな今日。そしてようやく、よいしょ、わー着きました。その景色は、いや真っ白だこれ。とその時、ま、ちょっとだけはしょうがないけど、あれ出た、見えますかね。綺麗な、すごい幻想的です。いやーこれ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 、うん、さらにガイドに誘導されついていくと、急斜面降りて、うわあったかい。え、うん、あったかい、え、温泉、え、あ、火山だから。あーこれ、あーこれを、あ、なるほど、入れる。こ、うんうん、んなことすんだやっぱ。おお、暑いよここ。おここはかつての噴火口、今でも発する蒸気でバナナまで楽しめる。外気との温度差も激しく、右側だけサウナ状態。後ろ危ねえな。穴を塞ぎおよそ10分、火山の蒸気で作ったゆで卵が完成。うまそう。いただきます。どんなん。景色もいいよ。お、行った。グッド。黄身がちょい半熟気味で、あ、おー、うわ、うまい。この景色で、グッドロケーションで、バトゥール山頂で作るゆで卵の味は格別だった。うわ、うまい。絶景とゆで卵を堪能し下山。ヨギさん来なかったな。結局忘れ物を取りに行ったヨギさんと再会することはなかった。ガイドに振り回されたバトゥールさんを後にし、続いてやってきたのは、あ、猿がいます。あ、赤ちゃんですかね、あれ。あ、猿、あ、猿がいますね。おお、親子かな。あ、また来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 た。こちらは17世紀に建てられたブキットサリサンゲ寺院。敷地内にはおよそ500匹の猿が暮らす通称猿寺院。コミュニケーションをこれ取るために。すると、痛いよ。いっぱい来ちゃう、いっぱい来ちゃう、取られてる。あっという間にバナナを奪い取り、肩の上で食べ始めた。そんな寺院の前にあるお土産屋を覗いてみると、これ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 、店先にカメ。カメの剥製を置くと猿が寄ってこないのよ。これを持って寺に行ってごらん。早速試してみることに。これ、はいはい、すると、なんで、はいはいはい、マジで、なんで、みんなどうしたの、これ、すごい、なんで、怖いの、え、こんだけ逃げんの、なんで、ダメ、ボスザルまでダメ、すごいわ、わ、みんな壁からいなくなっちゃった、超嫌なんだ。カメの剥製は猿よけに効果てきめんだった。インドネシア滞在11日目、ジャカルタ港に行ってみた。ね、庄司さんが一生懸命作ったのお塩、お手伝いした、ね、お手伝いしたの手じゃくらの塩作り、500年もの歴史があるということで、はいはい、なんとこのお塩、はい、日本でも購入できると、そうなんですね。
スーパーテジャクラと書いてありますね、はい、スーパーテジャクラ宮迫さん、はい、せっかくですから召し上がってみてください。あ、すごい荒い、荒めやね。どうですか。いや塩です。塩は分かってるけども、でもそんなにあの刺すようなしょっぱさじゃなくて、つまみでちょんってやりながらお酒飲める感じの、ちょうどいい。山登った時のあのガイドさん、あ、帰ってこなかった。そうそう、ヨギさん、ヨギさん、なんなんヨギさん、帰ってこない、帰ってこなかったです。インドネシア滞在12日目、ジャカルタ、こちらも山に登っ